YouTube の撮影でして、はい、実はバッグの中身を見せていただけないでしょうか。あ、今の、はい、はい、大丈夫です。大丈夫かな。大丈夫です。はい、ありがとうございます、はい、お願いします。お願いします。じゃあ須山さん、早速お願いします。はい、バッグこの前買ったんですけど、マルジェラのバッグです。色に一目惚れして購入しました。かわいい。かわいいですよね。冬で寒くなってきて汗ばむこともなくなったので、オーディオテクニカのヘッドホンで、その高いものじゃないんですけど愛用してます。そうですね、スマホですね。これも色に一目惚れして使ってます。黄色なんですけど、旦那が家で家事とかやってくれない時にこうやってピピーってやって、イエローカードですってやってます。かわいいちょっとサッカー2人で見てたのでとカードはないんで大丈夫です。なるほど。これがかわいい。入れ物は全然関係ないんですけど、中身にあのナッツのお菓子とか、たまにレーズンとか入れてるんですけど、小腹空いた時用に入れてます。意識の高いおやつですね。いやいや、全然ちょっと食べ過ぎは気をつけようっていうところで、あとはまあポーチ、前 YouTube に出したものから変わってないんですけど、新しいのはやっぱりこれですかね。ミネラル UV パウダーのピンクベージュ入れてます。肌の血色感が気になった時に明るくなるので使用してます。新しいパッケージですね。そうなんです、松尾妙子さんの新しいパッケージで、とても可愛いです。これも前も紹介したんですけど、ミネラルコンシーラーパレット愛用してます。年中持ってます。日傘ちょっと汚いんですけど、紫外線対策しております。お財布とかです。以上でございます。おはようございます。おはようございます。あのですね、はい、カメラがあるということで。ということは今日は YouTube の撮影なんですけれども。してるんですね今。はい、あ、もう回ってます。あ、回ってるんですか。はい、バッグの中身を見せていただきたいなと思って、はい、バッグですか。はい、わかりました。じゃあ吉田さん、早速お願いします。はい、バッグはマークジェイコブスのトートバッグです。結構何でも入るのでガシガシ入れちゃってます。まずあの手帳を持ってます。手帳派なんですね。普段は全然手帳派じゃないんですけど、試作の内容だけを手帳に取ってます。本当に仕事用っていう感じで、まだ始めたばかりの手帳です。あとはいい香りのアルコールのスプレーです。すごいいい香りなんです。結構いい香り爽やかに、爽やか除菌をしております。あとは携帯、水筒のコラボのカールフの水筒を使ってます。なんか吉田さん、緑系多くないですか。緑系が多いんです。結構好きで、お財布もこういう系のようなんですけど揃えてるんですね。そう、一応揃えてます。ポーチも持ち歩いてて、最低限のものしか入ってないんですけど、これプエブコのポーチで、丈夫そうですね。結構丈夫です。中身は何が入ってますか。中身は目薬、よく画面を見るので、ちっちゃいアルガンオイル、エトボスのアルガンオイル、リップを2つ持ち歩いてて、シアーマットルージュとリッププランパーを2つ持ち歩いてます。これは2つ使い分けてるんですか。あ、そうですね、基本的にはこのシャンテラコッタ使ってるんですけれども、ランパーはミルキーココアのブラウン系のリップを普段持ち歩いてます。重ねるとツヤ感が出ていい感じに使えます。これちょっと家からいつも勝手に持ってきてるものなんですけど、ツボをマッサージするタイプで、かわいい、こうやってギリ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 やりながら、マウスとかね、こう持ってると疲れるので、これでマッサージしてます。あ、栗原さんお疲れ様です。今ってすいません、どちらにいらっしゃいますか。あ、会議室、わかりました。ちょっと一周伺います。はい、失礼します。
栗原さん、お疲れ様です。お疲れ様です。なに YouTube の撮影なんですけど、はい、バッグの中身を見せてもらいたいと思います。バッグの中身？はい、やめてくださいよ、もうじゃあ栗原さん、早速お願いします。はい、はい、バッグです。ベックプロジェクトっていう韓国のカバンのブランドを使ってます。すごい軽くて丈夫だし大好きです。中身もじゃあ中身はウルトラライトダウン。ウルトラライトダウン、はい、持ち歩いてるんですか？この時期ちょっとお昼は暖かいけど夜は寒いとかあるので、寒い時はこれを着て帰ったりとかしてます。あとはメガネ。メガネがすごい好きなんですけど、 UV カットの効果があるレンズ使ってて、行き帰りとかはこれかけてちょっとでも UV を対策しようと思って入れてます。水筒、ちょっとデトックスウォーター的な感じで輪切りのレモンを入れて会社に持ってきて、会社でお水入れて飲んでます。あとはお財布とスマホと、最後はポーチ2つ。ポーチ2個あるんですか？ポーチ2個あります。そのキャラクターのは何ですか？これ知ってます？これパンドロボ。パンドロボ、めちゃめちゃ好きで、めっちゃ可愛くないですか？可愛い。何入ってるんですか？お見せするの恥ずかしいんですけど、あのお菓子お菓子お菓子が入ってます。ドライドラミカ、ハッカグミ、珍しくないですか？ハッカグミ、ハッカの味がするグミと、あと寒いので虫生姜湯、会社で飲むように持ってきてて、あとがこれ、かわいい。あのね、私駄菓子がすごい好きで、懐かしい。それをしてる旦那さんがよく買ってきてくれるから、たまに食べてる。はい、パンドロボのポーチの中。はい、パンドロボでした。もう一個のポーチの中は、もう一個の方はプシコームと。大切なお友達がくれたコーンと、うん、あとサプリ、うんうん、持ち歩いてます。ビタミン D とか、あと亜鉛とか、あとはエアポッツ。まあエトボ社員なんで、エトボスのアイテムは絶対持ってます。ちなみに今持ってるそちらは何ですか？これがミネラル UV アクアセラムっていうアイテムで、3月1日に発売される新商品なんですけど、通勤時にどうしても手の甲とか首とか出ちゃうところ、日焼けしないようにこれをつけてます。お家出る前にももちろん顔には塗ってるんですけど、持ち運び用にこれを手の甲とか首とかに塗って使ってます。あとはミネラルラディアントスキンバーム、うん、ハイライトバームでお直しする時とかに使ってます。目の周りとか明るいだけでもお直しした感っていうか、ちゃんとしてる感が出るので、打ち合わせの前とかお客様がいらっしゃる時とかにはこれを使って、はい、メイク直しをしてます。あ、ごめんなさい、まだあった、まだあったんですけど、あのキーホルダー。え、待ってください、何ですか？福岡で買いました。国語、国語って書いてある。めっちゃ可愛くないですか？可愛い。こういうのがね、すごいゆるい好きなんですよね。目に入った時に癒されそうですね。めっちゃ癒されてます。うん、大事。ということで、今回はスタッフのバッグの中身をご紹介させていただきました。この動画が参考に。ちょっと待って、ハコダさんのは？ああ、私はまた大したもの入ってないんですけど。大丈夫、大丈夫。はい、じゃあバッグ持ってきました。こちらです。A4 が入るサイズのトートバッグです。バッグはどこのですか？バッグはオブジェクツ IO っていうレザーなんですけど、水も大丈夫で雨の日とかもすごい安心のタフなバッグになっております。私まだ入社してそんなに日が浅いので、カバーは自分の自前でつけたものなんですが、化粧品検定の勉強の方を入れております。偉い。読めば読むほど奥が深くって。読み物としてもすごい楽しいです。勉強しております。ポーチ、大きいやつはこれを持ってきております。中身は最近寒いので、これ昔イトボスの懐かしいリトルボックスというのに入ってた湯たんぽ、これ中にお湯入れて暖を取っています。ちっちゃいので持ち運びにもすごいいいです。これハンドジェルですね、消毒用のハンドジェル。イトボスのアイテムももちろんいっぱい入ってて、リップですごい好きなのがシアマットルージュっていう
リップなんですけど、これのベイクドブラウンを持ち上げてます。これも新しく出るやつなんですが、ミネラル UV ベールですね。私はこれがすごい気に入ってて、カラーレスのパウダーなんですけど、お直しとかにもすごくよくって、私は逐一日焼け気にできてない時もあるんですけど、お直しこれにしていることで UV ケアができてるかなと思ってこれに頼っております。可愛いパッケージです。ハンドクリームとかポーチの中はそんな感じですね。恥ずかしいんですけどみかんも入っております。みかんはいつも食べてるんですか？みかんは夕方とかお腹が空いた時とかに、結構私お腹鳴る音量が大きくて恥ずかしいのでこれでそれを抑えようとしております。ビタミンも摂取ということで、ちゃんと袋に入れておりますお財布と名刺入れですね。こんな感じで一日を過ごしております。ありがとうございます、はい、ということで今回はエトボス社員のバッグの中身をご紹介いたしました。動画が参考になりましたらチャンネル登録、高評価、いいね、コメントお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。バイバーイ。イエローカードです。ちょっと待って、もう一回行く。ここココさんも見せた、見せ、あ、ごめん